ごきげんよう、ガラクタやオルドです。今回はフレスポーダーラのフリーマーケットに行った帰りに近くのホビーオフで買ってきたものの紹介になります。とは言っても今回買ってきたものが大体壊れかけ。まずフォーゼドライバー、一応フォーゼドライバー自体はこの前のフリマ、大井競馬場のフリマで1個売っちゃったんで、その補充になりますね。また転売しようかと思います。具体的には来月末にある大きめのお祭り、まあ大きめのお祭りに出店しますっていう告知をしたんですけど、その時にこれを出したいと思います。で、買ったはいいんですけど、これ結構やばくてですね、まず電池自体のバネの部分に液漏れの跡、サビ跡があって、まあ遊んでるとたまに電源が落ちます。一応今電源はつくんですけど、最初の方全然電源つかなかったんで結構危ないんじゃないかなと。まあ売れるとは思いますけどね、価格次第で。で、2つ目、この2番目のところの赤いボタンが結構効きが悪くてですね、まあ普通に遊んでる途中でたまにこのボタンが反応しなくなってですね、勝手に返信が解除されるっていう、なかなかに危ないやつになってます。で、2つ目です。今のまあこういう感じで衝撃を与えると2番目のところが効かなくなっちゃってるっていう、まあこっちもか、あ、4番目のところもダメですね、これ。あ、今度はお前か、4番目か、おい。お、来た来た。まあ、こんな感じで。話が進まねえ。話が進まねえわ。じゃあ2個目これですね。最近東映公式の方で配信されてる仮面ライダーフォーゼの方で活躍してる SN マグネモンですね。バッテサスっていう、あれです。まあこれはコレクション行きですね。まあちょうどフォーゼドライバーも使いましたから、使っていきたいと思います。ちょっとドライバーの調子が悪いんで、さっきからこの辺のボタンが効いてなかったり、この辺のボタンが効いてなかったりしてるんですけど、まあ直せないでしょうね、俺には。まあこんな感じで調子の悪いフォーゼドライバーが一つと、あと、ウィザードドライバーですね。これも880円でした。一応フリマ会、買って直後にフリマ会場で試していた時は、そこそこウィザードドライバーも調子が怪しかったんですけど、なんとかなんとか今問題なく動いてます。で、それと関連してですね、一応ウィザードリングの方も買ってきました。あっち見せた方がいいのこれ。で、中身がブーレスとスメルとライダーマンと
タイムとハリケーンドラゴンですね。一応5個入って110円だったんで、1個22円って考えると随分安いですね、やっぱり。ただ、ライダーマン以外光らないやつなんで、まあこれで動かないとどうしようもないなっていうところはあるんですけど、じゃあ鳴らしていきますか。まあ問題なく動きましたね。で、次がゴーストアイコンセットですね。220円で、まあ中身何が入ってたかは一旦後に回します。で、最後がガシャットですね。タドルクエストと激突ロボットだけ食玩版で、これ転売用なんですけど、シャカリキスポーツがデラックス版で330円だったんで、これはコレクションに加えたいと思います。で、ゴーストアイコンですね。100円、220円で何が入ってたかっていうのを見せていきたいと思います。まずゴーストアイコンのレアバージョンが一つと、ダブルと、弁慶のデラックスバージョン。なんだかんだ言って弁慶は持ってなかったんで、これは多分コレクション入りですね。で、ゴーストのデラックスバージョン、結構これ数が出回ってて、あんまこれ価値あんのかなっていう感じなんですけど、まあデラックスバージョンなんで。で、信長のデラックスバージョンと、ベートーベンのデラックスバージョン、それとまあガチャポン版のグリムとウィザードが一つずつ。まあこれで220円だったんで、弁慶100円、ウィザード100円でコレクションに加えて、あとは適当に100円なり50円なりでフリーマーケットで転売しようかと思います。ちょっとデラックスバージョンでね、見てわかりますかね、ちょっと汚れが入っちゃってるんで、その辺は気になりますけど、まあ多分大丈夫でしょう。あと、残りはおまけパートになるんですけど、あと一つだけ買ったものがあるんで、まあ、シャカリキスポーツを鳴らしながら、そのおまけは紹介したいと思います。はい、というわけで今回の戦利品最後の一点は白衣になります。似合ってねえな。いやー、びっくりするほど似合ってねえ。まあ最後にシャカリキスポーツの変身を鳴らして終わりにしたいと思います。
というわけで、まあ今回はこんな感じにやっていきました。一応昨日何してた？2月の23日に少し真面目な考察動画を出してるんで、多分この辺に貼ってあると思うんで、見ていってくれると嬉しいです。というわけでご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。